ヒューガは、九州旅客鉄道が、延岡駅、宮崎駅、南宮崎駅、宮崎空港駅間を、日方本線、日南線、宮崎空港線経由で運行する、特別急行列車である。なお本港では、宮崎県内連絡列車についても記述する。特急、ヒューガは、2000年3月11日に当時博多駅、南宮崎駅、 宮崎空港駅間を運行していた特急日輪が利用低迷により本数削減されたのに伴い、延岡市と宮崎市の都市間輸送や宮崎空港への利用で乗車実績が比較的良かった延岡駅南宮崎駅、宮崎空港駅間に関して一部存続という形で運行を開始した。当初は4往復の運行であり、最大で6往復まで増発されたが、 2003年3月15日2004年3月13日に一部の列車が別府駅発着に延長され、日輪に再編入されたために往復の運転になり、2010年3月13日の改正時点には3往復が運行されていた。しかし2011年3月12日のダイヤ改正で廃止されたドリーム日輪の延岡駅南宮崎駅、宮崎空港駅間及び、 爽やかライナー、ホームライナーをヒューガに編入したため、再び6往復の運転になった。その後、2021年3月13日のダイヤ改正では、再度日中の日輪の一部を延岡お以南の運転に短縮し、ヒューガに編入している。列車名は宮崎県の両性国名である日向国が由来となっている。下り八本上り九本が設定されており、 下り日本が、延岡駅、宮崎駅間、上り日本が、南宮崎駅延岡駅間、その他の列車は、延岡駅、宮崎空港駅間の運転である。運転は主に下りが朝、上りが夕方以降で、延岡駅南での、日輪の保管列車や高速加工時に出資した朝日、火星社員輸送列車としての役割も担っている。千二十一年三月十三日から、 再び日中にも運転されるようになったが、このうちに往復は繁忙期には大分駅まで延長の上で日輪として運転される。なお、日輪はこの臨時に往復も含めた投資で号数を振っており、7 1 0 1 3 1 6号が欠番となっている。列車番号は号数プラス 5070M である。2017年3月4日より787。 計4両編成を重当する列車の大半でワンマン運転が開始され、2018年3月17日からは787、計4両編成の全列車に拡大している。延岡駅南延岡駅日向市駅、高鍋駅佐渡原駅、宮崎駅南宮崎駅、宮崎空港駅なお、宮崎駅、宮崎空港駅間は、 乗車券のみで普通車自由席に乗車可能の特例が設けられている。またこの区間のグリーン席は自由席扱いとなり、グリーン券は車内で車掌から購入する形となる。大分鉄道事業部大分車両センター及び南福岡車両区に所属する787軽電車が充当されている。に往復は南福岡車両区所属の6両編成で、 その他の列車は、大分車両センター所属の4両編成で運行されている。九州新幹線鹿児島ルートの全線開業以前は、リレーツバメ、有明などで運用されていた車両で、鹿児島ルート全線開業に伴い余剰となったため、日報本,本線系統に残されていた485、軽電車を置き換える目的で2011年3月12日に投入された。 787系の投入当初は783系電車も併用されていたが、2021年3月13日のダイヤ改正で全列車787系での運転となった。車両は日輪、霧島と共通運用である。運行開始当初から、延岡駅、宮崎駅間のホームライナー的役割を兼ねていたこともあり、普通車は基本的に 全車自由席となっている。運転開始当初の2000年3月11日から485系電車が使用されていたが、2011年3月12日のダイヤ改正で787系が投入されたことにより運用を終了した。ただし、車両の転入、入れ替え作業の都合上、数日間は霧島と共に一部列車で引き続き485系が使用されていた。 485系ヒューガ、ありがとうございます。